イケメンコーディネートの藤本です。藤田です。もうね、正直横に並びたくないです。イケメンでしょ。イケメンすぎて、できることならもうフレームアウトして喋りだけで参加したい。声で、声で嬉しいっす、そう言っていただいて。しかしさ、背の高さだけじゃないじゃん、違うの。まあ、顔の大きさ、背はちっちゃいのに顔が5倍ぐらいでしょ。でしょ。どこに接点があるわけ。思うでしょ、うん、会話することもないでしょ。あのね、7年前のね、うん、札幌競馬場で出会ったんですよ。懐かしいですね。あのシャコタン特別っていうレースがあって、はあはあ、あの長いやつか。そう、はあ、一番人気、はあ、誰が野球じゃん、フォードリームで、もう勝つ気満々で行ったのよ、はあ、もうイケメンにコテンパンに負けたのよ。それ負けるよ。それがね、初勝利、人生の、はあ、人生の初勝利をこれからあげて。そうです。そう、はい、勝っちゃいました。そっからね、もう、ね、彼には負けっぱなし。そりゃそうだと思うよ。俺が馬でもやっぱりイケメンに惹かれたいもん。そうやろ、うん、あのハミの取り方が違う。まあこれあのケツボーイズ&ガールズ向けなんで、ハミとか言っても分かんないと思うんですけど、馬をコントロールする大事なバグなんですけど。だってどんだけ俺がさ優しくさ引っ張ったとしてもさ、こっちの方がさ優しそうに感じるじゃん。あ、ちなみに、はい、ご結婚は。僕は独身ですね。皆さん独身です、はい、今ね YouTube の再生回数がね3万回上がったいいねがね、いいねがもういいねの連打これ。じゃあ他 の、 あのイケメンエピソードあれば。イケメンエピソード、イケメンエピソードあるでしょ、山ほどね。上くん、そうなんですよ、自分が知ってるんですよ。え、上くん知ってんの。そう、池本さんのイケメンエピソード、独身寮のおばちゃんが、うん、もう池本さんの匂いを嗅いで、匂いが違うおばちゃんが、おばちゃんが、いや俺も結構いい匂いやで、柔軟剤いいなんすか、柔軟剤なんなんですか。あの白いやつ。え、白いやつ一緒じゃないですか。僕も白いやつ、同じ匂いじゃないじゃん。柔軟剤って大体白じゃない。いやいや、ちゃんとしてんのがあんのよ。嫁セレクトみたいなやつがあんのよ、ちゃんと。はい、じゃあちょっと真面目な話もしていきましょうか、はい。現在の担当馬は、現在はシルバーソニックと、グレイングリーン、オープン馬ですね、どちらもね、はい。3時半頃に会える競馬場に行けばそうですね、っていう感じですだいたい、うん、はい、馬引いてる時にここら辺見てほしいなって思うポイントがあったらね、はい、ぜひ教えてほしいんですけど。そうですね、馬、まあ、もちろん馬の顔であったり、うん、で、まあ、僕はたてがみを縛ったり、うん、まあ、切ったりするのが好きなのもあるんで、うん、そういう綺麗なとこ、まあ、走るのも見てほしいですけど、そういう馬装とかでおしゃれですね、馬を綺麗に整えているところを、はい、見てほしいですね、はい。だって競馬場ってあの自分とかになると、はい、ベストドレッサーじゃないけど、あ、はい、そういうのありますから、はい、まあ、ぜひそういうのをね、子供も大人もしっかりと見ていただければと僕はいつも思ってるんですよ。引いてるときに、いや男前だな、馬もいいなって思ってもらったらね、最高ですわ、はい。かっこいいもん。全然違いますもんね。これね、でもね、さっきのワイルドイケメンの方がやっぱりワイルドだね。ワイルドだね。これはでもこれだってこの顔に合ってないもん。もっといいグラサンがあるよ。レイバンに文句言うな。レイバンじゃないけど、もうちょっと可愛らしいグラサンがあるよね。初めてつけましたよ。初めてつけました。こんなサングラス。初めてでした。初めてでした。イケメンの初めてでした、今の。イケメンの初めて、やらしいね。あれだってイケメンの初めて奪われたんでしょ。そう、負けたの。負けたのね。イケメンの初めて奪われてね。手勝つと思ったのよ。まあそんなこんなの、ヨド君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。